今日はタスキングマネージャーの検証作業についておほほ教えたいと思います。なるほどね。まずいつも通りタスキングマネージャーで検索してあげて、はい、ホットタスキングマネージャーもいつものですね。あ、そうです、ね、これを押してあげてください。はい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 。で、まあ、ログインに済ませてください。そして、まあ、今日はしますね。今日はしてます。はい。で、マッピング開始をしてあげると、まあ、いつもの画面出てきますよね。そうですね。まあ、前回ね、まあ、やりましたよね。そうですね。動画上げさせてもらったんですけどね。まあ、ぜひ見て、まあ、見てください。見てください。ぜひぜひ。で、まあ、こういっぱいタスクがあるのでね。はい。まあ、今回はこの台風19号のやつにしましょうか。はいはい。これ押してあげて、で、ここで注意なんですけど、はいはいはい、検証作業って、全員ができるわけじゃなくて、ほう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 、初心者お断りのところもあるんですね。はいはいはい、はい。まあ、それを注意して、まあ、なんか、なんでこれできねえんだよって思ったら、まあ、初心者お断りなんだっていうふうに思ってくる。ああ、なるほどね。はい。で、まあ、これは、初心者お断りじゃないので、ここやっていくんですけど、OK なんですね。今、はい、前回までは空白のところを選んでましたよね。あの白いやつですよね。そう、そこでマッピングを終わらせたんですけど、はい、今度は、この、黄色のやつを緑にする作業です。ほうほうほう。緑が終わってます。緑が終わってるやつ。で、この黄色のやつを選択してあげて、緑にする作業をするんですけど、なるほど。黄色をしてあげると、もうここが、この前までマッピングだったんですけど、検証まで行きます。そうです。勝手にやってくれるんですね、検証のページ。検証まで勝手に行きます。ここで、検証開始押してあげます。はい。設定日本語の方が分かりやすいので、日本語です、はい。で、エディターを起動してあげると、まあ、いつもの、これが出てきます、うんうんうん、で、検証って何をするかって言ったら、はい、ちゃんと入力できてるかをチェックする作業ですね。ああ、なるほどね。例えば、ここの、建物が、はいはいはい、ちゃんと直角化されてるかとか、しっかりできてるかを見る作業ですね、これは。できてるかとか、まあ、一緒に見ていきましょうか、はい。直角化はされてるみたいですね、ここは結構。ね、ちゃんとしてるみたいですね。そうですね、結構ちゃんとしてるんじゃないですか。こことかは建物ですかね。建物っぽいですね、これは。ここは建物ですね。こういうふうに、狭間、ここの境界線のところは、向こうがやるだろうっていう人間の心理が働くので、はい、ここに注意してあげて、なんか足りないなってところは。なるほどね。細部までしっかり見ることがやっぱ大事なんですよね。そうですね。前回やった通り、この、なんでしょう、エリアと、直角化と、この建物ですよっていうやつをやってあげてください。なるほど。あとありますかね。あとはありませんね。でも、ここでちょっとあるあるを紹介したいと思うんですけど。おお、とはとは。ここの道ありますよね。道、はい、道あります。道とこの建物のこの角っぽが重なってる場合があるんですよ。なるほどね。それありえないじゃないですか。確かに、まあ、家が道に出るなんてありえないですもんね。ありえないですよね。そういう時は、ここ重なった部分と、こういう風に重なっちゃうんですよ。まあ、今ちょっと悪い例ですね。悪い例。こういう感じになると、ほら、こういう風に建物と道がもうグワングワンになっちゃうんで、うん、こういう時はどうすればいいかっていうと、はいはいはい、なんか新しいここの点をもう一個作ってあげてください。あ、なるほどね。建物上に、はいはいはい。で、ここのいらない建物を押してあげて、はい、右クリック押してあげると、ここに削除っていうボタン、はいはい、ここを押してあげると戻りまして、重なってた部分なくなりますので、ね、そうしてあげて、こいつをまた直角化してあげたら OK です。なるほど。重なっちゃう場合は気をつけるようにと。そう、重なってる、あと建物と建物が近いところは重なって選択されちゃってる場合とかもあるので、そういう時も同じように重なってる点を、もう一個点を作ってあげて、その点を一個消してあげるっていう作業をしてあげれば大丈夫です。なるほど。で、終わったらいつもの通りにここに保存あるんで、保存をしてアップロードしてあげてください。はい、こっち、で、検証が終わりましたら、マッピングの時もそうでしたけど、こっちに検証済みとしてマークをする、はいはいはい、押してください。で、もしまだだったらどうするんですか。まだだったら、まだの場合は途中でやめて中断、検証中断するため、検証中断です。検証中断を下げてください。で、あまりにもこれひどすぎるねっていう場合は差し戻し。あまりにも。やり直し。そうすると黄色から白に戻る。
ていうことです。はい、っていうのをやろう。やろう。あ、でも、まあ、基本今、全然、ほぼほぼ良かった。